こんにちは、実況女神です。それではチャプター9に入っていきたいと思います。なんか急にシーンが飛んでるけど、どこだろう。ここ記憶が、意識がおかしい。わ、誰か人が来たよ。わ、何、燃やされたし。カステアムス刑事。誰かの記憶。なんか影響受けてるんだね。仕事けるぞ。行きましょう。うなされていたようですが。うなされてたよ。悪い夢でも。怖かった。どうしたの？違う、違う、そっちじゃない、違う。あ、よせやめろ、よせやめろ。誰の声だっけ？よせやめろ、よせやめろ。こっち？あまり彼らを刺激なさらないように。そこに誰かいるんだ。他の部屋は、この部屋はまだ。よし、顔色が悪いようですが。顔色悪い。ではじゃあ、久しぶりにここに来れたから、まずは鍵一つ使っちゃおう。じゃあ一番下の端の味噌ジュースでした。お、7000ももらった。今まで取り損ねたの。あ、よかった、こういう時に助かった。よし、アイテム少なかったからちょっと嬉しいです。それでは強化していこう。あれ、ここじゃないっけ。あ、もしかしてあの部屋行けないのかな。強化今できないの、もしかして。困るな。どれどれ。なんかあるの、いつもと違う。できるよ。いいんだね。じゃあどれにしようかな、今回は。ハンドガンももうちょっと強くしたいんだけど、ダメージ配率、これも強くしないといけないのか。ああ、この辺りがどれも弱いね。これもだ。どれもやりたい。でもハンドガンが一番使う気がするから、これかな。どうしよう、迷っちゃうね。かな。じゃあ
ハンドガンにしよう。あとはちょっと残りは取っておこうかな。これでセーブしたいと思います。ではセーブが終わったので次に進みたいと思います。さっきなんかマークが出たけど、あ、ここか。記憶というのは曖昧なものです。時に記憶は書き換えられてしまう、だからこそ大切に扱うべきです。わ、邪魔だよ。そっか。わ、すごい。びっくりした。フィリックじゃん。どうなるの。どこ、ここ、あれ、色がすごい変わった。セピア色になったよ。本当だ、記憶って曖昧なんだね。さっきの絵はやっぱ顔がないよ。幽霊でも見たような顔ですね。だってびっくりしたもん。ここなんかあった。子供が急な火災の原因は不明。ここでも一応セーブしておこうかな。どれだっけ、これか。ではじゃあ元の世界の方に戻んなくちゃ。どっちかな。あっちもなんかまた変わってそうだからちょっと見に行こうかな。あ、びっくり。どこ、ここ、また急になんか白黒の世界。誰、ひまわりが喋ってるの。あ、ルビック来たよ。え、なんだこれ。こっち行けそう。あ、いろいろあった。何も入ってないの。よかった。なんだろう、次はここからかな。ここは何、なんか落ちてる。地図だ。敵とかがあんまりなそう。あ、注射器、嬉しい。お、この辺はちょっと一旦落ち着くためのあれなのかな。結構いろいろ落ちてる。これで最後かな。あとはなさそう。じゃあ行こうか。怖い、なんか屋敷、屋敷っぽいのが見える。なんもないの。ないって。ここなんか行けそうじゃない？気のせいだ。
怖いね、カルスの声。待てよ、あの建物には見覚えがある。なんだっけ、見覚えないよ。来たことはないはずだが。どこだっけ、ここ。茂みもチェックしておこう。そこにあれあった。こっちはない。あれ、あ、気のせいか。あ、ここに、あれ、あったあった。ゲット。はいよ、結構広い庭です。一応見た方がいいと思うけど。味噌ジュース、そう、怖いね、不気味。ここから覗いたりとかできない。風が強いみたいな音が聞こえます。怖い。また夜っていうのがちょっと嫌です。そろそろじゃあ中に入るか。もうないかな。結構取り逃がすとなんか後から苦労しちゃうからね。女神像もないのかな。この真ん中が怪しい。怪しいけど何もないかも。あった、よし、 OK。 じゃあ入ります。どっちだ、こっちか。ちょっと待って、こっちも見るね。怖い。あ、あったあった。何も入ってなかった。よし、今度こそ進みます。のせいかな。ちょっと装備確認します。いいか、ハンドガンで。いくよ、怖い。おい、待て。あ、違う。どうして置いてくんだろう。これまっすぐも行けそうだけど、いろいろ上にもある。一個ずつ下から見ていく。怖いね、なんか部屋がいっぱいある。このチャプターはこの屋敷の攻略なのかな。蜘蛛の巣、ここにもあった。あ、この音楽聞こえるよ。これなんだろう。石器だ。
怖っ。中は何も入ってないの。壊れただけかな。特にアイテムはなさそう。単独なんか嫌な音が聞こえる。怖い。うわっ、なんだろう。うわっ、ルビック来た。来てるけどどうしたらいいんだろう。うわっ、びっくり、死んじゃった。ぶつかるとダメなの、怖いね。それではここからスタートしたいと思います。下の部屋に入ったらさっきルビックが出てきたので。今度は一体。あそこ入りたくないな。先にアイテムゲットして、何にもない。しまった、怖い。ちょっと壊せそうなものはとりあえず壊して、暗い部屋だ、ここは。あ、マッチ持てない。注射器。よし。この辺も壊しておく。届かない。こっちも行ってみようか。あ、こっちにも部屋ある。こんにちは、実況女神です。ここからもう一度やっていきたいと思います。今度は一体。この部屋でセーブできる。悲劇的な火災。ちょっと眩しい。何度でも行けるのかな。何がやっぱりなんだろう。グリーンジェルを使ったらいかが。え、そんな提案もしてくれるんだ。じゃあ使おう。溜まってたっけ。9700か。どうしようかな。ハンドガン、
ショットガン強くしておこうかな。オッケー。じゃあこんな感じで。よし、セーブしよう。こまめにセーブしよう。昔のやつ。上書き。で、この後ルビキが出てくるんですよね。ちゃんとセーブできてたかな。ちょっともう一回チェックしよう。できてる。OK。じゃ戻ります。ルビクが追ってくるから頑張って逃げなきゃいけないんだけど、もう怖すぎる。この音楽がもうすごいドキドキさせるんだけど。ではじゃあこっちの部屋にしよう。分かってるかだけに、どっちから来るのかな。怖い。なんか笑い声が聞こえるよ。ピアノがある。うわ、倒れた。なんか落ちてる。初期ここになんか仕掛けがあります。怖いよ。うわ、来たんじゃない。来たけど隠れる場所ないよ。早く逃げなきゃ。早く来ちゃうよ。逃げれた。明るくなったね。ちょっともう一回、まだ全部見切れてないから戻ります。もう一回逃げたらこっちには出てこないのかな。怖い。とにかく音が怖いです。この静かな感じといい。もう落ちてないのかな。何も大丈夫。ここは行き止まりだし、この横にも部屋があったよね。敵出たら怖いから、いいか、ハンドがあるし。ここに隠れるスペースがあったんだ。あっ、もう危ない。じゃあ罠解除しようか。おお、この青い範囲すごい狭かったよ。どんどん難しくなってます。なんか瓶が結構落ちてるから敵が出るのかもしれないな。よし、この部屋 OK。 出るよ。こっちは OK だから、こっちにね。お、注射器ゲット。壊して、壊せない。ここにも部屋ある。まずこの部屋から見て、それからにしたいと思います。
壊しても中身何もないことが多いです。あれ、これは壊れないのか。結構壊した。じゃあここ入っていこうか。あ、敵がいるな。なんか怖い、あの敵。スニークでできる。ダメだ。死んだ？まだ声がするよ。大丈夫みたい。見えない。カバーがいっぱい。特に何にもなさそうです。じゃあこの部屋も OK。 出ますね。よし、こんな感じかな。ここもここで一回セーブしておこう。何を刺す？本日も実況女神のチャンネルを見ていただきありがとうございます。次回も引き続きチャプター9を進めてまいりたいと思います。今回のチャプターは難しかったので、ところどころもセーブを何度も入れながら頑張って進みました。どうぞ次回もお楽しみに。実況女神でした。